はい、でも今日はさすがにサクピーダウン来ると思っておりました。ミストです。はい、本日はですね、10時にお知らせ更新が続々と来ましたので、そちらを皆様と一緒に見ていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。中にはね、えぐいお知らせも来ておりますので、ぜひそこまでお付き合いください。ということでね、まずはこちらですよね。パークへ新ストーリー登場ということで、かぐや伝が本日から始まりました。こちらね、プレイするにはキュエントの方をまずクリアしないといけないので、まだねクリアされてないという方はこの機会にぜひクリアしていきましょう。今ね、まあ、サクピーも40で、まあ、サクセスよりも、まあ、このパークの方をやれというね、運営さんからのメッセージかと思っておりますので、まあ、こういうね虚無期間にガツガツとねパークの方を進めていくっていうのもね、全然ありなんじゃないかなと思っております。はい、まあこのパークで何がいいかと言いますと、気軽にできて、なおかつ報酬がめちゃくちゃ美味しいんですよ。うん、アイテムもねザクザクもらえますし、エサルガチ券なんかもねめっちゃもらえますので、うん、まあぜひね、最近パワープル始めたよという方とかですね、うん、ぜひあのガチャ券の方を集めてもらって、うん、新高校に備えるなんていうのもね全然ありかなというふうに思っております。はい、パークの消費 SP はダウンしてるんですが、サクセスの方はダウンしてないといった感じですね。うん、試しに入ってみましょうか。でね、まあ、ツイッター等でね、すでに情報をね、まあ、得ているんですけども、おこれ大丈夫博士？ほうほうほう。え、救援の時こんなオープニングあったっけ？月か、いつか行ってみたいなと。これ飛ばせないやつね。あれ？突然ですがニュースです。月は謎の物体が飛来しますと。あ、そういう感じね。パープロってさ、なんかかぐや姫的なキャラいたっけ？その歴代の、まあ、コンシューマン版でもいいんですけど、そういうサクセスの中でいたっけな？いないか。うん、でこのね、うさぎの子がなんかガチャとかでワンチャン来るんじゃないかなと思ってたんですけども、そういうことではなさそうですね。パーちゃんワーちゃんはあのこのパークの報酬でもらえるということで、この子報酬でワンチャンもらえたりしないのかなというところで、ここ皆さん注目です。中盤に手に入る異世界のカバンを使えば、今まで集めたアイテムを持ち込めるということで、これ完全にかぐや伝のアイテムに関しては、そのキューエントのアイテムをこのカバンを使うまでは引き継げないということでですね、中盤まではまた1からの0からのスタートといった感じになりますね。はい、これ報酬で見れないかな。まあクエスト等は、うん、まあ生放送等でね、まあ、やっていくのがいいかなと思ってます。これ別に見ても面白くないと思うんで、この報酬面が非常に気になるんですけど、あの子いないのかな。さすがにいないか。あれ、ちょっと待って、救急車のお迎えが来てるんですけども、いないですね。あ、やっぱ見れないか。ってことはおそらくガチャとかで来る可能性が大いにありますね。はい、ということでね、うん、まあ、そこはそこでそれでね、まあ楽しみに待ちましょうといったところで、うん、まあ、とにかくあのアイテム引き継げないというところだけね、中盤までね、そこだけを、まあ、覚えておいていただけたらなというふうに思っております。うん、まあ最初の方はクエスト簡単だと思いますんでね、はい、まったりと20までかな、20からのムズエクエからのムチャクエかな。はい、まあ、まったりとやっていきましょう。ということで、パークへは以上ということにして、次えぐいのはこれだよ。一郎コラボ記念キャンペーンのさ、報酬のあの鍵マークがついてたとこあったじゃないですか。その報酬がね、判明いたしました。まあ、ここで見るよりかは、チャレンジ見た方が早いか。これですね。はい、ここね鍵ついたと思うんですけども、まさかの報酬 PR 一郎、これちょっとひどいよね。だってもうね45にしちゃった人とか、まあ、50にされた方たくさんいらっしゃると思うんですよ。いや、なのにもかかわらずここまでちょっとさ、 PR 一郎もしそのね、ゲットできるという見込みがあったのであれば、ここまで引っ張んなくてよかったんじゃないかなと思ってます。うん、でも引っ張るのはこのパーソンとかでいいのよ。パーソンとかは別に後でもらえてもいいんで、それはそれでいいんですけども、 PR 一郎とか1枚あるだけでさ、まあ仮にさ PR プラゴ作って2段階解放したらさ、 SR プラニンできますからね。
全然この1枚あるかないか変わってくると思うんですよね。特に無課金未課金の方とかですね、まあ、破壊速度を使って45にした方たくさんいらっしゃると思うんですけども、これ1枚あるだけで全然ね消費アイテムの状況とかも変わったと思うんですよね、で泣く泣くそのもらえた分で解放できなくてガチャ引いたという方もいらっしゃると思うんですよね。だからこういうそのねこの母体をもらえるっていうね報酬はお願いなので、一番初めの段階でゲットできるようにしてください。はい、この思い届け運営さんにということで、まあ、これが一番えぐいお知らせですね。これ見た時びっくりしたわ。まさかまさかのまだ PR16 くれるのっていうね、はい、ところでございました。ちょっとこれはねえぐいっすね。やられましたね。でその隠れお知らせさらっと来てますけど、これですよ。なんと犬川のイベキャライベント調整が入るみたいですこれは意味深ですよね。何を意味してるんだろう、このタイミングで犬川って感じですよね。で一部の専用イベントについて経験の増加などの変更を行います。 SR 以上の専用イベントについて経験の増加を行います。で、SR 以上選択肢によっては確定でマインドブレーカーのコツレベル1、ヤシならスルトキラのコツレベル1で取得できる変更を行いますと。でイベントパワーが以下のように変わりますといった感じですね。ルカワはね、まあもう申し訳ないんですけども、ミキサーきらめき変換要因として今までねずっと使い続けてしまったんですが、このタイミングでイベント調整来るってことはワンチャンね、まあ、ワンチャンですよ。新高校がまあヌカだからあれか、帝王実業なんていうのもワンチャンあるんじゃないかな。で、まあ既存のキャラで言うと、帝王実業のキャラで言うと友沢とかですね、あと武田、あと犬川がいて猫神とかいますよね。まあそういったキャラたちが、まあ、一応出身高校として出てくるので、まあ全員別バーとか出たら面白いですよね。あでもさすがにないか、新高校ってやっぱりあの新しいキャラも運営さん出したいと思いますんでね、まあ、新規4キャラとしてさすがにないか。あったとしてもなんか激突イベントみたいな感じで、まあなんだろう、3月のイベント、まあ一応ホワイトデーありますけど、ホワイトデーに新しいベキャラが来るなんていうのは確か今までないので、なんだろうね、どのタイミングで別バー出すとしたらあるんだろう。まあ4月のガチャも出なそうだし、ちょっとこれマジで意味わかんないですね。このタイミングの犬川、このタイミングの犬川謎ということで、まあ今一度犬川の能力見ていこうか。ちょっとボックスに多分いないんで図鑑で見ていこう。図鑑で、あ見やす、あさすがだわ、やっぱ変わってますね。これもこの絞り込み前できなかったよね。いた、一応 PSR は持ってるんですよ。で変化鍛錬のマイベのキャラですね。はい、能力が何もないというねはい、まさかのコツありません。でテーブルなんですがこんな感じですね。昔の、まあ、練習効果テーブルといいますか、まあ、初期評価が高いテーブルですね。50で連勝が 10%、 45で変化強ボナス6、初期評価高くて固有ボナスありません、得意練習ザップが 15% っていう感じかな。まあこれ旧シドレミテーブルかな、俗に言う、多分そうだったと思います。はい、で金徳が投手本塁打元気野手伝説のところに、ここにマインドブレーカーとストレートキラーが加わるといった感じですね。はい、でまあコンボがそこそこあるっていうところで、まあ猫網とコンボしかしてないんですけども、いや犬川はちょっと読めないね。本当に意味深です。犬川別バー出る前に虹谷の方を出してほしいなっていうね思いはありますけどね。まあ一応こういうねイベキャラのイベント調整が来た時はPR、RSR とかね全ての母体を持っといた方がいいと思いますんで、まあ、ここからねミキサーとかきらめき変換するのは一旦やめましょうというところでね。はい、今回伝えたかったのは以上になりますかね。とにかくこのパークウェイもそうなんですけども、イチローさん報酬で PR もらえるっていうのがちょっとエグすぎましたね。はい、でまあ土曜日にさらっと来ましたこのパワープロコレクションはまあ、スルーしてください。はい、見なかったことにしてください。まあ、ホワイトデーのね、この彼女のプレゼントも始まってますので、まあ、ここしっかりとね、最高報酬もらえるように、調整してください。ランク7ですね。ランク7の方が、めちゃくちゃ美味しいんでね、この特定のキャラから2枚もらえますんでね、国樹と、鈴風ホープと星空星3つ。私は個人的に星空が欲しいかなというふうに思ってます。はい。
ということでね、今回動画は以上となります。まあ、今夜ね、生放送でサクセスの方もやっていきたいかなというふうに思っておりますんで、お時間ある方はね、ぜひお越しください。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いいたします。では失礼します。 See you。